メインランド島はイギリス北部オークニー諸島の島。島内には州都カークオール、ストロムネスの町があり、フェリー港や空港のあるオークニーの心臓部である。高緯度にあることから、冷涼な気候である。年間平均気温は摂氏8度。年間平均降雨量は 850mm から 940mm である。夏から初秋にかけ、霧が発生する。 猛烈な強風が年に4回か5回ほど予想される。夏には太陽が長く出ており、日の出が午前3時、日没が午後9時29分と昼が長いことがある。逆に冬は昼が短く、日の出午前9時、日没15時16分という記録がある。土壌は一般的に砂質のロームか粉々になりやすいが強い泥からなり、非常に肥沃である。酸化カルシウムと、 ドロカイドと同様、海藻も肥料にされている。島西部には、新石器時代の建造物、ピクト人の建造物が集まっている。また、立石群のストーンズをブステネスもある。バイキングの定住が早くからなされ、中世までは、ノルウェー王国の報土であったため、スコットランドというよりは、北欧の影響が、色濃く残っている。オークニー博であった聖マグヌスへ捧げられた。 セイマグヌス大聖堂はカークウォールにあるノルマン建築の恒例である。メインランド島西部のストロムネスは17世紀後半からイングランドとフランスが戦争状態になったために重要視されるようになる。イギリス海峡を避けた運搬船が北回りで寄港したのである。捕鯨船や波動ン湾会社船が定期寄港地としていた。第二次世界大戦中メインランド島。 サウス、ロナルドシ島などをつなぐ土手道、チャーチル・バリアーズが建設された。1939年10月14日、イギリス海軍の戦艦ロイヤル・オークが、スカパフロー軍港内で、ドイツの有望という47に攻撃され沈没した事件がきっかけである。当時の海軍将、ウィンストン・チャーチルが建設を命じたことからこの名がついた。ありがとうございます。